参ります。ドアが閉まります。到着階では反対側のドアが開きます。こちら側のドアが開きます。1階でございます。今日は我が娘が生まれましたので住吉大社さんにご報告に来ました。あ、こっちやな。路面電車です。かっこいいです。これが路面電車のホームです。これベビーカー持ってここ渡るからミモさんこれ持って先に渡ってもらっていいですかね。であっちでちょっと待っててください。
ここでお清めの手洗います。これが僕の神さんです。これが我が娘です。我が娘ちらっかい。子供ができたのでね、今日は種菓子でしたっけ、種菓子のね報告に来たんですね。こっちやな。
そうやな。ここだからですね、種子神社ですね。ここ。あ、どれ？一寸法師。あ、一寸法師ね。種子神社の一寸法師ね。僕らもここで授かったんですね。ここにお参りに来て、この子が生まれたんですよ。何もさん。That's right. That's right. あ、こっちか。はい、種菓子ですね。種菓子社。ここ。これ買ったんですよ、僕ら。そう、ここで、ここに名前があるんですけど、一応まあ個人情報になるので、ここにちょっと書いてるんですけどね。これを今から返しに行きますね。これもここでいいのかな。これ違うな、飾るところがあった、そうやな、もう生まれたからこれお礼に返しに行きますよ。ほら、こんなよく笑ってますやん、こんなね。何度も言うけど、裏にちょっと書いてるんですね。ほら、これ僕の娘の名前です。おっと、はい、じゃあ行きますよ。これちょっと神さんに持ってもらって。 いい天気ですね。ここに相撲部屋があるんですよね。ここです。ここ種菓子社。100度石ですね。100回回れば生まれるのかな。生まれちまったしな。これより上に上がらないでください。種
なるほどね。ここですね、ここ。あ、なるほどね。はい、これに我が娘のこれを置いていきますね。ありがとうございました。おかげでできました。あ、よかったな、生まれてな。あ、ありがとうございます。あ、はい。抱っこして。あ、乗っていいですか。あ、どうぞどうぞ。これはビデオ一回止めた。あ、わかりました。じゃ、一回止めますね。これにね、これ、これ一寸法師さんのこれがあるんです。これ。止めてほしいそうなので、ここで一旦住吉大社の種菓子社。ご紹介ビデオ終わります。チラッ。